いどうもこんばんは。そして明けましておめでとうございます。桑田真澄です。2020年1月6日、本日は心斎橋に来ております。はい、ここにはですね、野球居酒屋があります。普段僕がね大阪に来た時お世話になっている店があるので紹介したいと思います。はい、まずはこれ涼やかなビルの中入っていきましてですね、はい、この階段を上って一つ目の左手にあるお店ですね。レフト側に、はい、こちらです。ライパチというお店があります。はい、こちらライパチですね。心斎橋駅から、徒歩5、6分ですね。のところにあります。はい、ライパチね、非常に謙虚なお名前ですが、はい、ここの、オーナー様ですね。智弁学園出身で非常に野球が堪能な方なんですけども、はい、まず入らせていただきました。どうも明けましておめでとうございます。はい、入った瞬間もう野球グッズの山ですね。なぜか相撲の番付もありますけど、はい、まずはここにカウンターがありまして、ライパチ9周年ですね。今年で9イニング目です。頑張って今年完投してもらいたいなと思っておりますが、さあここに来たもう展示がすごすぎて、もうなんて言うんでしょう、もう博物館ミュージアムですよね。はい、いろいろ焼酎が並んでおりまして、はい、オリジナルの T シャツ、これ僕もいただきました。はい、そして、いきなり入ってきたのが、はい、ここ僕が大好きな、鳥刺しの盛り合わせが山ほど準備していただいております。あとで僕もいただきたいと思います。このスタジアムはですね、全く12球団、どの球団もウェルカムといったお店となっておりまして、もう非常にこの9年間でものすごい数のこの展示物ですね、グッズがずらりです。ずらりすごいですね。グローブも綺麗に並べてあります。はい、普段ですね、僕がここのイベントをさせていただくときはここの座敷の方を使わせていただいております。だいたい20名入りますね。はい、出ました、智弁学園、かっこいいですね。なかなか手に入らないユニフォームがたくさん並んでおります。はい、こちらのオーナーさんはですね、智弁学園、卒業後、神戸製鋼でもプレーされていたエースピッチャーなんですよね。ちょっとシャイなもんですから、動画には出ないようですけれども、あ、ちらっと今映り込んでしまいましたけど、はい、ここね、お手洗いもね非常にこだわっておりますよ。はい、見てください。はい、僕のポスターも貼ってくれております。その上には、はい、中田翔選手が映っております。今日僕ね、パイレーツの格好してますけど、パイレーツの写真、額縁もあります。あ、これが日体大時代のユニフォームですね。はい、これが智弁学園時代の、大体ここはですね、僕は2ヶ月か3ヶ月に一度、つまり中60日もしくは中90日に一度お邪魔させていただいてですね、楽しく飲ませていただいたり、野球のお話をしながら、僕のネタを見ていただいたりしているんですけども、今日は新春ということで、イベントではなくてプライベートでお邪魔しております。それではこれからですね、僕の大好きな鳥刺しと焼酎をいただきたいなと思っております。はい、もしよろしければ大阪に寄りの際はぜひともいらしてください。電話番号、住所の方は説明の方に載せてあります。ぜひともよろしく
お願いします。あ、そしてメニューもご紹介しておきましょう。はい、こんな感じです。おすすめは鶏刺しとせせり焼きですね。せせり焼き、あと僕がいつもいただくのがですね、ホルモン炒め、牛ハラミ、あとトマトチューハイっていうのがありまして、ここのガイパチスタジアムならではのメニューとなっております。はい、それでは、今年もどうぞよろしくお願いいたします。あ、常連の方が、あ、はい、僕の大好物のせせりを頬張ってますね。どうですか、お味は。おいしい。ありがとうございます。